そっちに出して。そこのカーテンが邪魔やねん。カーテンが風吹いてカーテンひらひらだったらもう完全に見えへんし、ほらもうちょっとで見えるよ。で、どうなったんであれ、結局どうなったんよ。あの子買い物できた？あの子お母さんの言う通りちゃんと牛肉とピーマン買えた？私この番組好きやねんよな。初めてのおつかい、もういつも感動して涙出るんよ。こんな小さいのに頑張って買い物行ってな、泣きながらもう最後頑張って買い物するんよな。この子なんてまだ3歳やのに頑張ってよ一人で歩いた。ほんまもう見るだけで感動やわ。あの兄弟で行くパターンとかもいいよな。あのお姉ちゃんが弟励まして2人で手繋いで頑張っていくやつ、まあもう感動やわ。ああもうまた風でもうカーテンひらひらなってる。もう見えへんし、もうええところやのに。